はい、こんにちは。えー、新鉄ちゃんの興味新進いつもご視聴ありがとうございます。えー、YouTuber の主がね、またね、なんかわけの変わかることを言ってるんですよね。あのね、前の動画でも言いましたけどね、この薬なんていうことはね、言うわけもなく、言った上もなく、そこにね、敏感にね、これだけ反応するのがなんでなのかっていうのが僕わかんないんですよ。ほんでね、誰が昔どうだった、こうだったって僕は知らない話でしょ。 全く知らない話をね、そうやってね、いちゃもんつけられるのは、ちょっとねあの、納得いかんなという気がします。それと、あと何だったっけな、あとね、あの、このチャンネル主がね、あの、僕の、僕のためにやったよなとか、何をしてくれたんでしたっけ。あのね、僕ね、すいません。あの、勝手にね、この人ね、あの、北海道のね、 僕のアンチね。北海道と一緒になってね。で、あのー、今、フザさんチームとか、X さんチームとかってあるでしょ。で、そこのね、勝手に自分たちが分析してね、勝手に自分たちが分析してね、僕に報告するの。僕はありがとうって言うでしょ、普通。認めてたよねって言って、認めるでしょ、普通は。<laughs> あ,あの、あの人怪しいよ、あの人アイコンこうしてるよ、こうしてるよって。僕、そういうの一切見ませんでしたからね。全然情報入ってこなかった。 で、そういうすべての情報は、この主から来てました。で、認めてたと言われば認めたかもしれない。でも、こうやってくれるものをね、やめてくれって言うわけにもいかんでしょ。まあ、それはもう、あの、正直に言いますとね、あの、やめてくれもう、いや、そういうこともう迷惑だなんて言えないでしょだって自分のアンチを探してくれるわけだから、ありがとうって言うしかないって。一生懸命やったよねじゃなくて、あなた勝手にやったんでしょ それはありがたかったよ。それは情報くれるから。だって僕が知ってる情報ってほとんどあなたからの情報だからね。僕がリスナーさんの情報とかを知るとするならばあなたからの情報なの。あなたが窓口なの。だからあなたがいろんなとこで探り当てたものを僕に報告してただけ。まあそれをやってやったと言われるとね、まあやってくれたのかなっていうふうには思うけども、あなたがアップルさんに言うようにね、お願いしてもないのにっていうのと一緒なんですよ。でね、もうね、 あのね、もう、怯えるのはやめたら <laughs>、あのね、何をそんなの怯えてるのかがかんないの。で、あの、もう、そもそもね、あなたがこれだけね、なんか反響欄になってることがわからないの。なんでそんな気持ちになるのって。なんか困ることあるのとかね。なんかどうしたのっていうね、どうしてそんな頭おかしくなったのっていうふうにね、僕はそんなふうに思うね。で、あなたと僕、年あんまり変わんないのよ。ね。 年あんまり変わんないからね、年だけ言ってて言われるとね、僕はね、やっぱ大人の言葉で、あなた前、標準語とか言ってたでしょ、あなたのこと。あなた標準語じゃないから。<laughs> あのね、僕ね、あの、あの、僕はね、よっぽどね、あなたの年はもう言わないけど、50超えたいい大人がね、てめえとかこの野郎とか、なんとかせえよ、バカとかね、そんな発言をすること自体がね、僕はもう常識外だと思ってて、 そんな人間をね、会社が守りますかあなたの YouTube をね、弁護士なりなんかが見てね、やめな、やめてください。ああいうのはやめな、やめた方がいいですよって、普通注意しませんか本当に弁護士いるの名前教えて、聞いてみるから。<laughs>